対に人が絡んできます。なるほど、確かに、はい、うんうん、人が関わらないと、うんうん、お金は入ってこないので、うんうんうん、絶対に。そうですね。なので結局はこれって多分人に嫌われる人でもあると思うんですよ。あー、確かに。そういうことですよね。こんにちは、20代女子企業コンシェルジュ、ソリアーヌめぐみです。はい、株式会社ライアート代表、塚本麻世です。今日はですね、このお金に嫌われる人の特徴についてお話しさせていただきたいと思います。はい、結構まあお金に嫌われる人っていろいろカテゴリーとかあると思うんですけど、その中からでもこれっていうものを絞って、はい、一緒に麻世さんとお話しして、させていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。嫌われる、嫌われる、はい、はい、嫌ですね、嫌われるってね。まず1個目があります。そうですね、はい、はい、話さなきゃいけないことは電話って手段
絶対飛びますけど、はい、やっぱそもそもなんかこうレスポンスが遅い人って、うん、なんていうかな、なんか信用っていうか、あ、信用もありますね。そう、なるほど。なんかなんかこの人に仕事を依頼したいな、うんうん、何か頼み事したいなって思ってても、うん、そもそもその人自身が LINE の返信とか遅いとこっちも重要なこととか任せれなくなっていっちゃうんですよね。そうそうそう。あなたが社長やったとして、うん、で社長で A、B、C 君がいてて、うん、A 君はレスがめちゃめちゃ早い、うん、けどあんまり仕事の量的にはあんまりこなせないけど努力してる人を待ってるみたいな、でこの B 君、C 君レス遅いけどなんか仕事はできてるみたいな感じやったとしても、仕事できないかもしれないけどレス早いこの子努力してるってのが分かるから、 A 君に仕事振りませんかっていう、うん、そうです、なんかなんていうのかな、引き上げたいなっていう気持ちがあるのが絶対 A 君だと思ってて、うん、でやっぱ私たちもどれぐらい見てるかな、でもまあ本当50人とかね、そうですね、見てて、もう全然なんかやっぱその中で見ててもあこの子頑張ってるなって思ったら、また今日もちょっと全然違う話で別のちょっと情報が入ってきたから、うん、こっちめっちゃ稼げるっていうのを聞いたから、うん、その子を入れてるんですよ、この子をうちでやろうとかっていうのもやってます。でもそれってじゃあ私たちから見てその女性がすごい頑張ってるし、うん、努力してるから分かってるから引き上げたいと思うわけなんですよね。でこれって損なのか得なのかって考えてもらいたいんですよ。そしたらその人も得だし私たちも得でしかないんですよ。なんでかって言ったらやっぱこの子を稼がせたいと思ってるのに稼げないところにいるんだったら稼げるところにも入れちゃった方が早いわけなんですよね、あ頑張ってないんだろうなって思う人に声かけないんです、うん、様子が分からない、あそう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 、様子も分からないから、うん、それはすごい大事かなって思います、うん、だから直接会えないからこそ、うんはい、ね、やっぱ LINE っていう手段をフル活用しないと、うん、そうですね、自分自身飛躍できないし、私もめっちゃがっついてたじゃないですか、うん、ずっと LINE して LINE してがっついてました、がっついてる人のが全然稼げますね、うん、自分が目立つとか責任感あるって思った方がよくって、確かに責任感がなければないほどレスも遅くなるわけじゃないですか。そうです、ね、例えばグループとか、まあ、私リーダーとかやってるんで、うん、結構リーダーグループで200人ぐらいいるんですけど、うん、もう誰かがシェアとかしてくれたらもうそれについてバーってありがとうございますありがとうございますみたいな めっちゃ流れるんですよ。でこれはもちろん経営者だからっていうのはあるんですけども、じゃあ果たしてあなたの会社では どんな感じなのか、社長が何か言った時にレスを本当に早く返してるのかどうかとかもすごい大事だし、うん、なんか自分自身が責任感を持ってちゃんとレスをしようと思ってるかどうかっていうところが、もう遅すぎたらやっぱお金にも嫌われますし、人からも嫌われるし、まあ、それこそ信頼関係とか人脈っていうところも大事にできないんじゃないかなと思います。はいですね。はい。そんな感じです。じゃあ今日はお金に嫌われる人いっぱいいろいろあると思うんですけれども、まあ、ピックアップしてこの2つ、相手もできない人とレスポンスが遅い人は、まあ、そもそもその人間関係っていうところのコミュニケーションの部分がうまくいかない、そこによって人から嫌われる、でやっぱりビジネスで稼ぐってなったら絶対人と人との関わり方が上手な人がやっぱそのお金っていう、ね、収入も取りやすくなる、イコール自分の月収が上がる、お金に好かれる人になっていく、そういう風にこう自分が成長していくってことなので、この2つっていうのは絶対もう1ヶ月以内に習慣化できるように絶対変えていけたらいいなと思います。はい、はい、じゃあ今日は